はい、皆さんこんばんは、マサルチャンネルです。いつも動画をご視聴いただきましてありがとうございます。それではですね、フォールアウト3、ダウンロードコンテンツマザーシップゼータのですね、前回の続きからやっていきたいと思います。前回はですね、こちらですね、この冷却ラブのですね、あのジェネレーターをエリオット・タコリエンというですね、あの冷凍された兵士の人とですね、一緒に行ってここ破壊してきました。で、残りがですね、残りが2つですね、ロボット工場のジェネレーターを破壊する、格納庫のジェネレーターを破壊するということですね。この2つのですね、どっちかをやっていきたいと思います。じゃあよろしくお願いいたします。ですね、前回から結構あの間が空いちゃったんでですね、本当に大変お待たせしました。なかなかですね、こうあのこういうふうに動画を撮る時間っていうのがなかなか取れなくてですね、本当にまあ言い訳にしかもならないんですけど、でなるべく早くですね、更新したいなと思ってたんですけどね、なかなかこううまくいかずにですね、ちょっとこれはまたあれか、あ、これ作業台ですね。なかなかこううまくいか、触れなくてですね、ちょっとあれだったんですけどね、またもう今回はまたやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。これが格納庫か。これはなんだ、線路、戦争、行ってみましょうかね。これイカ、イカっすか。あの銃はたくさん持ってるからあんまり取らなくていいんだよね。派手に行きましょう、派手に。ちょっと面白そうですね、ここ探ってみましょうか。場合によっちゃちょっと時間がかかる可能性があるかもしれないですけど、まあそれもですね、まあ、探索の楽しみっていうことで、ちょっと行きましょうかね。ダメージがあんま入ってないんですよね、これ。とりあえず手榴弾投げて、あ、痛い痛い、派手だな相変わらず。しょっぱなからドンパチドンパチやってますけどね。これロボットが結構強いんですよね。でもなかなか面白い、あの何ですかね、武器落としてくれます。あのドローンキャノンってやるんですね。これ落としてくれるんで、こいつを拾って、まあちょっと聞く、あれやったら聞く、使ってみましょうかね、どんな感じか。相変わらず硬えな君たち。ありったけの弾丸を打ち込まんとなかなか死なないようですね。タフですね。こいつはシールドなしか。じゃあ大したことないかこれ。うん、あのシールドあれがやっぱ強いんですよね。あの前回もお話したと思うんですけど、やたら硬いんですよね、本当に。こいつもなしやね。うん、これは普通に倒せるんよね。さあ、どこにいる？なんか足音聞こえるの？お、どっか、どっから出てきた？どっから出てきた？あ、いるな、あそこに。ちょっとドローンキャノン使ってみましょうかね。せっかく取ったやつ。よし。俺を食らえ。ドローンキャノンの威力を見せてやる。なんかちょっとあれですね、ちょっと結構あの地味なんですけどね、あの面白いですね、面白いというか強い。あ、これ当たんないかな。ちょっと弾のですね、弾道がちょっとこんな感じなので、強いっちゃ強いですけどね。よいしょ。ただこう一発撃つことにこのリロードするので、だからそれですよね、その隙がちょっとあるので、それどうするかですね。まあ威力は かなり高いですね。よしよし、ちょっといろいろ見てみよう。ここはなんかいろいろありますね。
パワーハマーまであるし、要するにいろんなもの収集してきたんでしょうね、これ。あの地球から。ちょっとなんか面白そうなのがあるんで、いろいろちょっと見てみましょう。今回この探索だけで終わった終わってしまう可能性があるかもしれない。ちょっといろいろ見てみよう。こういういいアイテムが。よし。あ、それとですね、たくさんあの動画ご視聴いただきましてありがとうございます。なんていうかな、その、チャンネル登録者のですね、あの人数っていうかですね、あれはですね、なんか減ったり増えたりっていうのしてるんですけど、なんですかね、あと動画ですね、あの特定の動画なんですけど、すごくなんか再生回数がぐんぐん伸びてるやつがあってですね、あ、結構あのいろんな人が見ていただいてるんだって思って、なかなかちょっと感慨深いっていうかですね、もともとなんかこう、まあ、YouTube の方で動画上げるのを始めたのも結構自分の趣味的なもの要素が強かったので、ハード、ん？ロックされてる？よし、これ解除しよう。だからですね、まあ、そんなにっていうか、そのあんまりこの人様にこう何ですかな、これ見ていただいて、こう喜んでいただけるようなレベルの動画じゃない、ないかもしれないな、ないかもしれないなと思ってたんですけどね。でもやっぱりこう見てくださってる方がいらっしゃるので、ちょっとなんか口が回らないですけどね、そういうのすごく素直に嬉しいですね、やっぱり。よしよし、こんなトイレとかこんないろいろなもんこれ収集してますね、これすごいな、これ。なんだなんだなんだ、どこだどこだ、あ、これか、君か。ちょっと弾の挙動がおかしいけどな、なんか斜めに行ってましたけどね。ちょっといろいろ探ってみましょう、これ。もうジュークボックスまでいろいろなもの取ってんな、こいつら。これこんなもん取ってどうすんだよ、すごいな、ジャンクインばっか取って何してんでしょうね。エイリアの考えることはよくわからんけど、ここは行ったな。ということは今さっきの試験なんちゃらかんちゃらっていうとこ、あそこに行ってみるかな。いろいろ撮ってるんだな、これ。マップ詳細のマップ見ないと分かんないですね。エンジンコアじゃなくて、ああ、研究ラボか、こっちか。研究ラボに行ってみよう。このオブジェクトは別の場所から操作していますと。ほほほ、これいけないのかな。ちょっと下のあれから行ってみましょうかね、すいませんね。こっちか。ということはこっちから行けっていうことかな。ここのここ、こっちから行ってみましょうかね。なんか今さっきとか行けなかったんで、向こうから行ってみよう。いたいたいた、おやおや、そこにいたか。ああ、髪に当たってる。カーストはなかなかやるな。よいしょ、あいー、よし、聞いてた聞いてた。さあさあさあ、行きましょう行きましょう。いろんなもんがあるな、本当に。でも本当にいろんなもん取ってんだな。あ、それとですね、まあ、ちょっと、これはまあ、まあ、先の話っていうか、あれになるんで、もうちょっと自分のチャンネルがですね、充実してきてからと思うんですけど、結構ですね、私、自分の好きなゲームしか基本的にやらないので、なんか、結構、他の方みたいにいろんなゲームをこうやるってことはしないんですよね。で、まあそうなんですけど、
何かですね、まあもうちょっと、まあさ、まだまだ先の話になると思うんですけど、いろいろこう、まあ自分のチャンネルがですね、まあもうちょっといろいろこう充実してきて、まあなってきたらですね、まあこういうのをまあプレイしても欲しいとかいう、あの、なんていうんですかね、まあ、ご希望みたいなのがあればですね、ちょっと言っていただければ、そういうゲームもちょっと挑戦してみようかなとは思うんですけど、ただ基本的にあの、私結構、あの、プレイするジャンルが結構偏ってますので、だからその、そういうのがあるからですね、あの、自分のこの性格とか、あの、スタイルに合わないなっていうゲームは多分ちょっとできないとは思うんですけど、なんかちょっと、あの、本当にもっといろいろですね、やってみたいゲームっていうのもあるんですよね。あるんですけど、まあそこまでまあ手が回ってないっていうか、そういうあれなんでですね、あの、おいおい、なんか来たな、エイリアンどもが。やかましい。逃がさんぞ。このバリアエリアン、バリアエリアンで。作業が、あ、痛い痛い痛い。痛い痛い痛い。ちょっと久しぶりの、あれなんで、実況なんで、ちょっと緊張してるんですけどね。もう緊張するからでもないだろうという話なんですけど。なんか一生懸命殴ってくる姿が、ちょっと少しか、少し可愛いんですけどね。こっち行ってみよう。これは何だい？あ、これあれか。よし、入っとこう。来てるな、サポートドローンめ。どこを破壊してやろうか。頭でいいか。あ、なんだこれ。ギリアップパターカップやないこれ。なんでこんなもんがあるんやろ。いろいろあるなこれ。あらば、ちょっと見せられないですね、これ。実験体って虐殺されてるやないか、これ。うわぁ、これひどいですね。何の実験体にさせられてるかわかんないですけどね。これはひどい話ですね。これはなんだ、テレポーターやないか。ああ、戦争へ続くテレポーターと。あ、こっからワープできるわけですね。ちょっともうちょっと探索してみましょうかね。せっかくなんで。サクサク行くのもいいんですけどね。いろいろ探索してみましょう。それで、こっちは今さっき来たとこだろ？いや、あの、サポートドローンが襲ってきたとこ。面白いな、これ。で、こっちから来たよね。あ、意外意外。迷う迷う。そしたら、こっちから来て、なんかいるんだよね、敵が。いるじゃん、そこに。エイリアン君が。これはあれがついてないから弱いな。こっちが強い。すごいな、これ。おい、てて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 て。ライトつけたままやったけど、これは全部、これが、馬の人形が保管されてあるんですね、これ。なんだろうね、これ。こんな感じか。へぇ、うん？パルスグレネードがちゃっかりありますね。拾っておきましょう。さて、こう、ちょっと迷うな。これ結構迷うね、ここ。戦争か。戻ろうかね。よし、じゃあ戻りましょうかね。戻るには、尋問ログ聞いてみましょうか、久しぶりに。1番聞いたんで、2番。
わかんないな。もういや、適当に聞きましょう。Yes, yes, I understand. I've seen the others. I'll do what you want. This is Dr. Morrison Rand, Professor of Anthropological Archaeology at Banfield College, Humboldt, Oregon. Shortly after 10 p.m. on August 16th, 2041, as I was leaving the college campus, headed to my car, I saw blinding light. It just appeared in the sky, directly over me. I was blinded. I also found my body completely immobilized. I couldn't move. Not at all. What happened next is hazy. I don't remember much. What became clear later, what is certainly clear now, is that I was abducted. I am now the captive of an alien race, one of many people held here against our will. And like those others, I am recording who I am. Why? Because the aliens want us to, for some reason. They have us do it right before they put us into some kind of suspended animation. These recordings, it's almost as if we're creating our own library catalog entries. We get put into a giant collection. The entire experience would be fascinating if I weren't so completely terrified. What? Stop. You want me to stop now? All right, see? I'm stopping. さらわれて、なんかボーボーにされてて結構大変ですけどね。何なんですかね。さあ、一回戻りましょうかね。結構なんか時間かかったな、探索するだけで。なんだっけこれ。あ、間違えた。クリスタルって、これはですね、なんか別に使い道ないんですけど、売ればお金になるので、だからそういう意味ではですね、お、どうしたどうした。命乞いしてるな。And how are we supposed to do that? We can't understand what the hell they're saying. I don't know, but maybe we should. There must be something. Oh. No sense discussing it now. ひで。ま。有無を言わさずぶち込みましたね。怖いな、ちょっと。エンジンルーム、こっちじゃないんですよね。じゃあ、ロボットこ。It's a pretty big place, and I've only seen some of it. They always catch me before I see the whole thing. I've seen the cryo lab. That's where they freeze people. あ、行ったそこ。Cut them up and stuff. And the hangar.That has the aliens' flying ships and all the stuff they need to fly them. And the robot assembly is where they build the big metal robots they use. But the real important stuff is on the top of the ship. I've never been there. Be careful, lady. さあ、そしたら、ここはジェネレーター起動してんだろ。どうしようかな。ちょっと迷ってるんですよね、今。どうしようかな、どこに行こうかな、結構迷ってる。ここは関係ないもんね、こっちは関係なかったもんね。うん、ここは今さっき行ったとこなんで関係ないので、なのでこっちだな。やっぱりロボット工場行くかな。そしたらロボット工場は誰だっけ、連れて行くの。ワンダウン、ウェイトゴー。Nice work taking out the generator. Only two more to go. よっしゃ、じゃあ行きましょう。修理をしてほしい。Actually, I do. I used to tinker with all sorts of junk. あ、そうか、この修理ができるんか。I'd be glad to take a look at what you need fixed, but it's gonna cost you some caps. Sure, I'd be glad to. この状況でもちゃんとお金取るっていう、なかなかやるじゃないか。If you got something you wanna say. よし、行こう。Heck yeah! I can take apart and put together a protectron with my eyes shut. I'll go with you. Lead on. Yeah, yeah. Just don't think about ditching me. We're. よし、行こう。さあ、行きましょうかね。ロボット工場なんで、もうちょいやりましょうかね。ロボット工場。
お、保守管理室。あと行ってみようかな。ロボット工場ですね。右か、こっちか。よし、じゃあソマーと一緒にですね、このロボット工場に行きましょう。なかなかの軽口、結構でございます。調べましょうか。いろいろありますよ、ほら。ここにエイリアンの食料とか、イカとかあるんですよね。何のイカかわかんないですけどね。BOS やるやつもいかんたら。さあ、寄っていきましょう。結構探索していくので、結構なんですかね、ペース的にはゆっくりめなので、その隙に俺が、なるほど、フォローしろってか。はいはい。ほら、かかってこいや、どこからでもぶち抜いてやるわ。修理してるけどいいの？じゃあ先進むよ。で、あ、そうだ、その話がちょっと尻切れトンボになっちゃいましたけど、で、まあそのゆくゆくの話は後々の話になるんですけどね、まあこの、まあどうなるか分かりませんけど、まあ私のチャンネルがもし 今までよりも充実してきて、まあいろいろな人が見ていただけるような感じになってきたらですね、その時はまたちょっと Now that things have quieted down, I'll see if there's something up here I can push to stop more of those 10 cans from showing up. Maybe I can turn off some other stuff too, and maybe I'll find a way back down. You keep looking for that generator. よし、じゃあ。Sure, let me see. Go on, don't let me stop you. じゃあ、なんかこの人に半分は任せて半分はやりましょう。で、まあ、ゆくゆくの話なんですけど、何回言ってんだよって話なんですけどね、その時はですね、もしこういうゲームプレイしてみてくださいとかですね、希望があれば、ちょっと、まあ、やれる範囲でですね、まあ、挑戦していこうかと思うんですけど、ただ、そのちょっと結構私はジャンル的に偏っているので、自分のこの性格に合わないとかですね、自分のそのプレイなんかこう合わないとかっていうのはですね、ちょっとできないかもしれないんですけど、じゃあアンケート取んないよっていう話なんですけどね。まあそれでもですね、まあちょっと私もですね、結構いろんなゲームちょっといろいろやってみたいなっていうゲームはあるんですよね。で、あんまりこうやらないですね、スポーツゲームとかもですね、結構ちょっとやってみたいなってものあるんですけど、まあ、ちょっといろいろですね、手が出せないっていうか届かないっていうのがあるので、まあその今はですね、この、まあ、ゲームとしては、この、フォールアウト。まあ、3はもう、これ、DLC 紹介したら終わるんで、なんだ？暴走させよう。はい。で、4と3をとりあえずは、ちょっとまあ、当面やっていこうかと思います。もう結構ですね、お腹いっぱいかもしれないんですけど、まあ、一つのものをですね、まあ、結構いろいろ、突き詰めてやるのもまあ面白いかなと。まあ私がその4に関して言えばもっと紹介の動画ですね。で、まあ3で言えばこういう風なまあ DLC とかですね、まあ3未プレイの方にまあどういうものかっていうのをご紹介できるようなですね、動画になればいいなと思ってるんですけどね。まあもういろんな人がまあ結構上げてるのでですね、まあ私は今更っていうのはないんですけど、自分がですね、まあそれでもまあ何かあればですね、まあちょっと参考にしていただければと思うんで。どっから喋ってんだ。あ、そこ行ったの、びっくりした。さあ、これ開けたけどどうすんで。まず行かないでしょ。迷うな、久しぶりすると迷うな。
こっちのないじゃない。かなりグッタグタやな。本当に。まあこのエイリアンはエイリアンワーカーというのはあれなんで、あ、こっちか、ごめんなさい、全然わけのわからんこと言ったね。あ、いたいたいた、もうまたお前か、ガーディアンドローンよ。エイリアン君、撃ってきてるな。硬いな、結構硬いな。あれがないとダメなんか。さあ、すごいね、このドンパチ。見えないですもん、画面が。あの、閃光で。すごい、すごい。ドローンキャノンじゃなくて、頭だよ。誰かが制御装置持ってるはずだ、これ。戦争、戦争。すごい、すごい。あなたじゃない、あなた、あなたじゃない。こっち、こっち、こっち。ドローンキャノンも狙われるんですよね。撃ち落とすと結構有効かもしれないですけどね。誰だ、ちょろ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 撃ってきてんのは。誰だ、お前か。よし。死ねえ。なんかこう一生懸命走ってくる姿を見るとなんか妙にちょっと可愛いんですけどね。まあちょば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 撃たれたらイライラはするんですけど、なんか妙に可愛いですよね。あ、今あの武器落としましたね。で今こいつ素手なんで、多分体当たりするしてくるとしかぐらいしか攻撃方法がないんで、まあ今のうちに撃ち込みましょう。やかましいな、お前。ほんとに。チャカ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 、やかましい。よし。こいつが持ってる。硬いなぁ。結構硬いな。お前が持ってるのかな、こいつ。ああ、こいつが持ってる。だから、なんか道理で強いなぁと思ったんですよね。今のはですね、ちょっとボス的なやつですね。まあ、ボス的って言ってもあれなんですけど、こいつでこのドローンが、制御できるはず。起動させよう。よし、これで、よし、ロボット軍団で。ああ、そうなの。あ、これダメなんだ。あ、2台までしかダメみたいですね。どうもダメみたい。ちょちょちょ、なしよったんだな。死なんだよ。広いな、ここ。ほんと広いな。迷うな、これ。ちょっとなんか上行ってみましょうかね。上行けるあれがあったんで、上行ってみましょう。これなんかあるのかな。ちょっといろいろね、こう、ほんと久しぶりするとわかんないですね。よし。じゃあ、私ですね、先ほどのリクエストの話なんですけど、FPS がめちゃくちゃ下手なんですよ。だから FPS は多分ちょっと無理と思います。まあ、FPS は無理って言っても、まあ結構ぬるめのですね、FPS だったら多分できると思うんですけど、基本的にあの、なんですかね、コールオブデューティーとか、バトルフィールド系のああいうバリバリなやつはですね、多分ちょっと私難しいと思います。本当にたくさんなんですよね。ああ。なんかもう、標準を合わせるのがまず下手くそで、全然ダメですもんね。このホールアウトも、まあ、FPS 要素ありますけど、まあ、どっちも切り替えられますけどね、サードパーソンでもファーストパーソンでも切り替えできますけど、バッツっていうシステムがあるからですね、私みたいに下手くそでもなんとかやれてるんですけどね。こっち行けるんかな。あれ、爆発させちゃいけるようなのかもしれないですけどね。これはちょっと長いな。多分 DLC の動画の中で一番長くなりそうやな、これが。このシリーズが。これは監禁用ですね。じゃあ脱出しましょう。
さあ、あ、こっちから行けるわけだな。よしよし、行こう。それでここまでワープして戻ってきたので、あとは上に登って帰るということかな。うん、そういえばなんか今さっきなんかいろんな収集物のあるとこでアンロックしたけど、そのアイテムを取ってないな。まあいいか。よし、そしたら残りはここか、格納庫だけですね。ただですね、ちょっと気になるところあるんですね。あの保守管理室っていうところがあるので、これはちょっとですね、次回行ってみようかなと思ってます。そしたらソマーさん、One more generator and we can get to the top of this ship. Then we can hit the aliens where it really hurts. Putting me on guard duty, huh? Swell. はい。さあ行きましょう。聞いてみましょうか、トシローカゴについて。No idea what his deal is. Sounds like that gibberish you can pick up on the radio in some parts of the wasteland. まあそうやろね、わからんよ日本語とか。Yeah, yeah. Just don't think about ditching me. We're in this together. はい、ですね、それではですね、今回はですね、この辺りで終了させていただきたいと思います。探索がですね、多くてですね、結構まあちょっと退屈されたんじゃないかなと思うんですけどですね。Yeah! おお、びっくりした。ビックショー。そうそう、エイリアンとぶちのめしに行きましょうね、後でね。Don't worry, I'll be safe with these guys. They seem pretty neat. あなたが一番強そうだけどな、サリーさん。まあそういうわけでですね、今回はこの辺りで終了させていただきたいと思います。ですね、相変わらずまたなんか話がもう途中で飛んだりとか噛んだりしてですね、もう本当になんかわけのわからんことを自分でも喋っとるなと思うんですけど、まあですね、自分のですね、まあ、今後の目標としては、まあ、やっぱりちゃんとこうきちっと動画を上げていって、まあ、チャンネル充実させていきたいっていうのがあるんですね。で、もともとはですね、その、まあ、ゲーム動画も上げていきたいなっていうのは思ってたんですけど、もともと皆さんご存知かもしれないですけど、サバイバルゲームですかね、あっちにですね、私ちょっと昔参加してたので、まあ、こっちでちょっとずっとしばらく何年かもう参加できてないんですけどね、まあ、こちらももうちょっと機会があればですね、まあ、参加してその様子をですね動画に撮ってアップしていこうかなっていうのを本当は目的は、このチャンネルの目的はそれなんですけどね、まあ、そっちの方もですね、まあ、合わせてやっていけたらなと思ってます。まあ、ちょっと今ですね、いろんな状況が厳しいので、まあ、自分にできる範囲でのですね動画アップしかできませんけどですね、まあ、これからもですね、いろいろご視聴いただければと思います。それではですね、今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。次回のマサラチャンネルの動画でお会いいたしましょう。失礼いたします。皆様良い一日を。